だ。它个数都小一样，これもちょっとサイズが大きい。这个呢？20元です。カラーはこのあそこバラバラ。颜色都是随机的。啊，对。就是那一种吗？它对你。種類は？種類は有多少种类？这个好像就这些吧。大小的就这些，还有更小的，就一点点大的。就这样吗？这个多少钱呢？比如说一个的话，那如果说有十个的话呢？一口啊，25元です。もし十個以上だったら、20元になります。これ25元で、これで20元。はい。もうちょっと数あげると安くなります。如果我们再买多一点的话，会便宜多少？那比如说买一百之内就是100个之内都是10个到100个就是基本上，超100个以上呢？100以内的话20元就是，100以上的话18元的话。全部同じですか？那个价格都是一样的吗？都差不多，大概什么过来的？こちらのお店であるんですか？工場とかを持って作られてるんですか？嗯，这个是我们自己的工厂在的，是吧？サンプルいくらぐらいですか？
サンプルもし一つ皆さん18年25件です。あ、25件ですね。如果买过的话，那你到了全年的这个年年的话，那就是买的是晚的书，但是也不能少。一个没有读书的，一个没有读书。100以内も20件です。100以内は20件です。以上は18件です。名刺もらっていいですか？うん、そこは飲んでいてもいいけん。あとは飲んでいいです。ですね、ここが玩具とかおもちゃとか、雑貨とかいろんなものを売っている万美市という、建物になります。でここの中にいろんな、お店がいっぱい入ってますので、ちょっとここに入ってみたいと思います。では行ってみます。こんな感じで中に入るといろんなお店がですね、一つのお店は、まあ、狭いんですけども、いっぱいいろんなそれぞれの専門化されたお店が並んでまして、いろんな商品が売ってますね。で、タオバオとかで見られるような商品がもういっぱいありますし、それ以外のものもいっぱい置いてます。こんな感じですね。まあこれが何階もの人ですね。6階ぐらいまで、こんな感じで、6階ぐらいありますね。地下もありますね。なので地下は何階ぐらいあるんですか？地下合わせると7階ぐらいありますね。牛革ですか？ PU ですか？这个材质是皮的牛皮，二层牛皮，二层牛皮啊。对。哦，你可以使った牛革です。ああ、你可以使った。ちょっと名刺もらっていいですか？给我们一张名片好吗？嗯，好，谢谢。因为我们自己也是有生产的，到时候我可以单独给你。専門の。はい。とと、その大きなサイズ。こういうサイズ。はい。これ1個25元で、例えば100個っていうといくらぐらいになりますか？你这个一个卖25、那如果说买100个、我们如果要订货100个、你能便宜多少呢？不是、我现在这个是特价的。100个我们有现货就是25块、这个只是现在收一个人工费。就做一个我们人工费25、现在就是没有算材料。所以这些就是如果订100个也是25、只是这个呢现在是活动价而已。对对对。但平常是50以前。订货价是50。この財布は普通は50元です。今活動期間ですけど25元になります。もし100個買ったら、注文したら25元です。あ、はい、そうなんですね。このお店なんかタオバオとかでも売ってますか？你们店有没有在淘宝上有那个？淘宝一小部分，但不是我们自己做的，是客人在做。
客人就到代理是吗？就是他在我这边拿了货，然后在淘宝啊、阿里巴巴上这样。那也就是说，你们的客人帮你们做代理。对。自分のこの部屋この店はあのタオバオ直接なタオバオ店がないです。でもあのお客さんが代理店としてここの店の商品を代理しているタオバオ店があります。はい。但是只是几个款，差不多两三个款，没有所有的全部的。因为像一些价位比较高的，应该在那边不好卖。就平常普通一些的款。对呀、啊。主要他们主要是以帽子啊，还有说价位比较低的，差不多200块钱以下的包包才能。あのタオバオにてあの売ってる、商品はただ200元以下のカバンとか帽子とか売ってるんですよ、例えばそのようなあの、まあ、値段が高いあのカバンはタオバオにいやこんばんはありがとうございますありがとうございますありがとうございます。これをじゃあ聞いてみます。老板，请问这个多少钱？一个。这一个，一个吗？一个20。一个は20元です。20元。50個買うといくらぐらいですか？如果我买50个的话，能够便宜多少啊？50个的话16。16，50以上だったら、あの16件です。100個以上だったら。如果100个呢？100个大概15块。100個以上は15件です。1個20で、50で16、100個で15。はい。カラーは何色ありますか？カラー、色。有多少种颜色？前边的几个杆啊？カラーは全部ここですよ。前边的这些。はい、ここ。これしかない。ブラックとかない。应该是有这几个颜色。あ、この色があるんですか？これが。2、3、4、5、6色。これ1色今聞いてもらえるんですか？どうぞ。どうぞ。今聞いてもらってるんですよね。色、大丈夫ですよ。色はここです。6色。色6色だけですよ、ね。他に何か問題がありますか？いや、ないです。6色。美味しそうですね。牡蠣食べます？牡蠣。
下ね。ロシアこれ行きましょう。これ食べましょう。刺身と味噌汁。そして味噌スープと。ああいいです。これ行きます。すごいでしょ。皆様のためにご用意しておきました。すごい、ごめんすね。どうぞお好きなところに。それまで私全部のチャットワークに繋がってるんで見てるんですよ全部。そうするともう大体わかるんですよね、なんとなく言葉のあれで人間性が。すごいなんつうんだろう。でポジティブなんですよ。肯定的全てが。ああだからそあこの人すげえな、どんな人なのって春成講師に実際聞いたんだよ。個人的なチャットで来た人、どういう人なのこの人って。実際本当はねそうなんですよ。まあ今初めて言いますけど、すごいクラシックですごいいいな、いいもん持ってるなって俺の中でもう全部見てるんですよ。百何十人っていうか今動いてる生徒の部分なんかもね。いやこれはいいマインドだなっていうのは正直マジで、で聞いたんですよ、リサーチ会とかでお会いした後にお会いしてたんで何でしたっけ。そうそう唐突に聞くんですよ、ね、興味あるなんかすごいかって思った人に対して正直かなり本来行くのありですよね。そういう気持ちになったんですよ。はいはいはい、うん、何回も挫折されてるじゃん、それで成功するまでやるっていうね、マインドはすごいな、これは学ぶことがある。絶対マイナスしかない。你那个当时你最后哪个是个快乐就骗了吗？你现在那个胖的多嘞，我胖的多嘛。啊？习惯。张医生。行。这是什么？用你的双臂紧紧抱着我，在我寂寞的夜。你可以这个手用点力吗？握这个的时候，你可以这里调这个位置，干嘛非要用这个手？我这个手都不怎么用。还有什么？